はい、こんにちは。こんにちは。この動画ではですね、沖縄県民だからこそわかる地元のおすすめスポットなどを、紹介していきたいと思います。まあ、ネット情報なんかにね、載っているものももちろんあるんですけど、載っていないものも僕らが実際足で行ってみて面白かったもの、良かったものが観光客にとっても面白いんじゃないかなと思って撮っています。参考にしてくれたら嬉しいです。はい、この動画はもうドライブしながらその地域をですね、喋っていくっていうストーリーなんで、実際お店に行くわけではないので、お店の写真とかリンクは URL の概要欄の方に貼ってありますので、そちらを参照にしてください。で、早速ですが、今回のテーマはですね、2020年、11月 MC である僕が行ってよかった5選について、今日は MC をね、レギュラーの香織さんと交換して、香織さんに僕に質問していってもらう形で喋っていきたいと思います。じゃあここからチェンジします。香織さん、 MC お願いします。はい、では早速ね、 MC さんに聞いていきたいと思います。はい、2020年11月、はい、沖縄県内で食べてよかった5選、はい、じゃあ第5位からいっていいですか。第5位からいきます。ダラダン、どうぞ。第5位はですね、これ前のランキングでも出たものも実際この月に行ったものだから出ちゃうんですよ、どうしても。で、第5位はですね、いやもうこれ定番なんですけど、那覇市古島にある夢の屋のつけ麺ですかね。僕的には沖縄で一番美味しいつけ麺はやっぱ夢の屋かなと。その理由は何ですか。ちなみに前回の動画では夢の屋を出したんですけれども、前回の月のベスト5でも、その時は中華肉、名前忘れた、玉そばみたいな、だったんですけど、今回は普通の夢の屋はつけ麺屋さんで、そこのメインのつけ麺です。メインのつけ麺が美味しかったと。はい、もう美味しいっすよ、やっぱつけ麺あれはうまいよ。何ベースですか。あれはカツオかな、カツオだしベースかな、魚介。なんかこう沖縄特有の食材とか使ってたりするんですかね。あ、全くないですね。もう全くないラーメン屋さんですね。多分沖縄特有とかはないと、僕はあまり料理詳しくないんでと思うんですけれども、一応そこ、そのつけ麺以外にもブルーチーズつけ麺とかもあるんですよ。お、斬新ですね、ブルーチーズ。はい、など MC さんはどうですか、食べたことあります。あります。僕はこういうの好きなんで、好きだけど好き嫌い分かれると思います。でお店の雰囲気はどんな感じでしたか。家族でも行けるんだけど、座敷とかはないですね。あ、なるほどなるほど。ただカウンターがあって、一応まあ、テーブル席が2つか3つぐらいあるって感じですね。で、狭いっす、店舗は。狭い。じゃあ回転もいいってわけですかね。いいですね。で、人気っす。いや、並んだりしました。あー、でも今は某流行りウイルスのおかげっていうか、せいでそんなには混んでませんでしたね。どうでしたか。ありがとうございます。はい、じゃあ次、第4位いきます。ダラララン、どうぞ。第4位はですね、これもね、どっかの動画で行った気もしないわけではないんですけれども、4位はですね、那覇市にある、あれこれ雲字ですね、ブーテンですね。マウと書いて天井の天で、ブーテンっていう居酒屋ですね。ブーテンさん、どんな料理が食べられたんですか。はい、これもどんな料理かっていうと、いろんなものがあるんですけど、特徴としては、一応今もあるのかな、新都心とかにもあるんですけども、そこはやっぱりうまいかなと。で、いろんな料理があります。で、デート向きです。雰囲気がめっちゃ綺麗です。雰囲気がいい。はい、お酒もいろいろあります。いろんな種類。あ、あります、あります。もう普通の居酒屋で、普通にちょっとおしゃれに出してくる感じ。おしゃれ居酒屋ですね。はい、もうデートで行けば喜ぶこと間違いなしだと思いますね。その中で一番美味しかったものってあります、ブーテンさんで。一番美味しかったものはね、実は僕、すみません、そこにあるおすすめって書かれているもの全部頼む系なんで、全部美味しかったです。なるほどなるほど。でもとにかく雰囲気も良し、はい、料理もお酒も美味しい、はい、デートにおすすめ。はい、もうデートでは滑らないと思います。おー、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、第3位。
第3位ね、今一生懸命悩んでますよ。第3位はありましたね、手打ちそば、日本そばの松平っていうところにがおすすめですね。それはどこにあるんですか？これは沖縄県浦添市、あっちは港側かな。浦添、うんうん、港側、うんうん。で、めったにその辺り行かないんですけど、久しぶりに行ったらめっちゃ、なんていろんな、この松平さんがあるところの周りにいろんなお店ができてて、なんか盛り上がってる感じでしたよ。お、日本そばです。で、何を、日本そばの、スタンダードの日本そばを頼まれたんですか、MC さん？はい、のあれ、これはザルそばかな、うんうんうん、ザルそば、うんうんうん。で、僕は珍しかったんですけど、東京では普通なのかな、あの、なんていうの、なんていうの、ザルそばがなんか段になって出される。あ、普通です。あ、すいません、それがなんかおしゃれで。あ、いいですね。はい、普通ザル一つじゃないの。いや、これ段が段になってるってことですよね。そうそう、4段ぐらいのやつでした。うんうん、じゃあ結構お腹もいっぱい食べれた感じですか、4段もあれば。そうですね、そうですね。うーん、で、天ぷらもついてるんですけど、うんうん、ええ、その天ぷらもなんか油もなんかいいの多分使ってんじゃないですかね。美味しかったですよ。あ、いいですね。はい、雰囲気も良かった。雰囲気はお店綺麗ですね。あ、いいですね。で、まぁ、あ、ちょっと一人でやってるからちょっと忙しそうかなっていう印象はあったんですけど、その時 MC さん手伝えばいいじゃないですか。あ、確かに、一緒にね、うん、手伝いますって誰やねんって言われますよ。テーブル拭いたりやっちゃいましょう、そういう時はね。確かに、でもああいうとこで昼から日本酒を飲みながらざるそばを食べてみたいなって思える雰囲気でしたよ。うん、おしゃれな感じなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、第2位。第2位ね、今悩んでるんですよね。第2位、第2位どうしようかな。第2位はですね、はい、これかな。もう今どっかの動画でも出したかもしれないんですけど、もう沖縄県の高校生ではめちゃくちゃ流行ってます。お、で、店舗もバンバン出してます。お、は、ケイジローっていう混ぜ麺屋さんですね。混ぜ麺、あ、つけ麺屋さんなのかな、混ぜ麺屋さんなのかな、まあ、ケイジローっていう名前です。こう、ま、何か、ま、混ぜる感じですか、具材を全部。そうですね、スープがなくて、もう普通にもう麺の混ぜて食べる。で、ここがもう味が濃いのが好きな人にはめっちゃ向いてると思います。で、うんうんうん、で、たまたま他のお店でラーメン食べてたら、そのラーメン屋で高校生が、ラーメン屋でですよ、ケイジロー超美味しいよねとか言ってるんですよ。やめれやってツッコみたかったです。ああ、もう他のお店でもケイジロー思い出してしまうぐらい美味しい混ぜ麺なんですね。そうですね、年配の方が好きかは、女性はちょっと味が濃いすぎてどうかなっていう人もいるかもしれません。若い子向けって感じですか。でも男性はみんな好きなんじゃないかな。もう僕たまに食べたくなりますよ、やっぱり。30代の私たちでもいける。はい、あ、でも、最近行ったのは読谷店かな、もう行ったんですけど、うんうん、まあ、男女問わず入ってましたよ、たくさん。あ、なるほど、いいですね、はい、要チェックですね、はい、ちょっとね、混ぜ麺気になる方行ってみてほしいですね。はい、もうスーパーおすすめです。はい、じゃあちょっと早まる第1位をお願いします。第1位はですね、これまた沖縄県那覇市、あっちは雲寺かな。もう、はい、やっぱり飲食店といえば那覇になってしまうんですけれども、うんうん、第1位はですね、金五郎です。うん、名前が金五郎、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 ゴールド、ゴールド、金五郎。で、中華料理屋さんですね。ほうほう、中華料理、何が美味しかったですか。いや、やっぱりここはですね、何でも美味しいっていう、前回ゲストで出てくれた他の動画で中華料理編ってのが出てるんで、そこでジョンジョンさんが一番美味しいって言うから最近よく行くんですけど、金五郎の一番うまいのはやっぱ餃子っすね。餃子が美味しい、金五郎。餃子は僕は焼き餃子がいいっすね。うんうん、もう昼から飲んで食べれる感じのお店ですか。昼間は3時からかな、多分。うーん、じゃあちょっと夕方行く感じですね。はい、で、最近あの本店の他にまた2店舗か3 2店舗目かな、もうできてて、うんうん、まあ僕らは本店行ったんですけど、もう若い人でたくさんですよ、夜とか金土とかは。でも人気なんですね、若い人向けに。はい、で、安い、安い、あ、いいですね。金五郎はもうぜひ香里さんが沖縄に来た時にも来てほしいかな。あー、もう本当におすすめな
MC さんがおすすめの場所なんですね。はい、でも子供は一緒に行くような雰囲気ではないかな。あ、なるほど。まあ、じゃあその時はちょっと子供を置いて一緒に行きましょうね。そうですね、確かにこの友達とだったりとかもうデートとかでだったらすごいいい雰囲気だと思います。でもわやわやしてます、人が多すぎて。あ、もうガヤガヤしてる感じの。そうですね、そうですね。な感じですかね。はい、ありがとうございますね。こうやって第5位まで出してもらって、ちょっとまたまたお腹が空いてきちゃいましたよ。ありがとうございますね。じゃあこんな感じで、他に何か言い残したことありますか？言い残したことは、結構僕足で稼いでるんで外さないと思いますよっていう自分アピールです。アピールありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで今日は締めましょうかね。はいはい、じゃあこんな感じで、この動画では、実際に行ってみて、まあどうだったのかっていう感想、もう良かったところをバンバンみんなに紹介していくっていう動画ですので、まあ詳細が知りたい方はもうぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。詳しいお店の写真とかは下にリンクで貼ってますので、そこを参考にしてください。かおりさん、今日は MC ありがとうございました。MC さんもありがとうございました。バイバイ。